ロート製薬公式 YouTuber のネバセイココロです。今日は音へのドッキリ企画です。どんな企画かというと、会話の中に香水の歌詞を入れまくったら音は気づくのかドッキリ。イエーイ。今年大ヒットした曲エイトさんの香水、皆さんもご存知ですよね。ね、今から撮影を始めるんですが、私と音は撮影の前にいつもダラダラおしゃべりするんですよ。その雑談の中で私がさりげなく香水の歌詞を入れ込みます。音はどこで異変に気づくのか、あるいは気づかないのかという企画になっております。それじゃあもうすぐ音が来るのでスタンバイしたいと思います。頑張るぞ。なあ音、聞いてよ。ん？ゆみちゃんって覚えてる？どのゆみちゃん？お姉ちゃんの高校の同級生なんやけどさ。はあ。その子が夜中にいきなりさ、いつ空いてるのって LINE してきて、うん、君とはもう3年くらい会ってないのにどうしたのって聞いてんけどさ。君って呼んでんの？ゆみちゃんも昔を思い出してたんやろな。二人で海に行ってはたくさん写真撮ったねって LINE 来て、ああそんなことあったなーって懐かしくなったなー。いやもうあの頃はさ、お姉ちゃんもめっちゃ純粋やったなーって。あ、そう。でも見てよ今の僕を、クズになった僕を。姉ちゃん昔に比べたらクズになってるやろ。そこまでじゃないんじゃない僕。ん？でもさ、ゆみちゃんは相変わらずずっと昔話してくるねん。おう。昔の写真とかいっぱい送ってきてさ。うん。だからそんなに寂しいんやったら今度会おうかって聞いたん。うん。そしたら何て言ったと思う？何て言ったん？別に君を求めてないけどって言ったんやで。え、ひどない？ひどいね。いや、ひどいやろ。まあ、その後さ、横にいられると思い出すって書いてきて、え、もうゆみちゃん言ってることめちゃくちゃで意味わからんからさ、いや、ほんと今日どうしたんって聞いたら一言だけ返ってきてん。お、その香水のせいだよって。ん？それってさ、ん？何？何これ、どういうこと？わからない。どういうこと？はい、というわけで会話の中に香水の歌詞を入れまくったら音は気づくのかドッキリでした。あ、いや全然気づかなかったでしょ。実はカメラも回してたんだよ。え、そうだったの？うわ、通りでおかしいと思った。びっくりした？びっくりした。いつものね、トーンで関西弁で話すから多分回ってないと思ったんやろうけど。びっくりした。もうびっくりして目痛いわ。え、目痛い。目が痛い。目痛い。そうだよ、もう姉ちゃんがドッキリなんて仕掛けてくるから目痛くなっちゃったよ。おっと、それブルーライトダメージのせいだよ。え、ブルーライトダメージのせい？そう、パソコン画面から出ているブルーライトは目にダメージを与えて炎症の原因になるの。そんなにパソコン見てたかな。いや、おっと、昨日の夜スマホずっと見てなかった？そういえば夜中にいきなり LINE が来て長時間スマホを見てた。やっぱりそれが目の痛みの原因よ。そうだったのか。くそ、僕はなんてことをやってしまったんだ。音、大丈夫よ。姉ちゃん、でも見てよ、今の僕を、クズになった僕を。目を傷つけてまた涙流させても何も感じられなくてさ、本当ごめん。音、別に謝罪は求めてないけど疲れ目と聞くと思い出す、それはパソコン&スマートフォンのそのブルーライトのせいだよ。姉ちゃん、俺どうしたらいいんだよ。音、決まってるでしょ、あれを使うのよ。あれ、コンタクトの目疲れてませんか？そこでデジアイ、コンタクトの疲れやブルーライトダメージから目を守ってくれる3つの有効成分。ロート、デジアイコンタクト、スマホ疲れにはデジアイやで。ロート、茶番に巻き込まないでください。楽しかった。でもでもこれは全てアドリブですよ皆さん。え、これアドリブです、台本とかないんです本当に。いやいやいや、あのさ、なんなのこれ、雑。いや楽しかったでしょ、多分見てくれてる人も楽しかったと思う。そうかね、うん、結局だって宣伝じゃんこれ。ちょっとぐだっちゃったところはあったけど、まあそれがね持ち味ですよこのチャンネルの。楽しかったし、はいはい、これからもロート&製薬の目薬をよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。おすすめ動画を見ればと思った人はこちら、チャンネル登録をせねばと思った人はこちら、 Twitter を見ればと思った人はこちらをチェックしてくださいね。ネバネバ言い過ぎと思った人はグッドボタンよろしくお願いします。